ませ。やあ、かっこいいに今日の宿。あっそう。アクセサリーなら。そんじゃ気合い入れていきますか。おーい。お、ブルーノじゃないか。兄ちゃんもう帰るのか。間に合ってよかった。俺このマテリアを兄ちゃんに渡そうと思って。もう盗みは絶対やらない。だからこれ兄ちゃんに預ける。お、いい心がけだな。俺をしっかり見習っとけよ。兄ちゃんそのマテリアで妙なことするなよな。するかよ。ま、それはどうでもいいや。もう一つ言いたいことがあるんだ。兄ちゃんもうちょっとエアリスにふさわしい男になれよ。なんだよいきなり。ここだけの話、エアリスは兄ちゃんのこと結構気にしてるぞ。俺兄ちゃんを応援してるから、何か困ったら俺に聞きに来いよ。それじゃあな。へえ、ずいぶん信頼されたもんだな。よし、このマテリアは預かっとくか。死んだビルが。くそ、ジェネシスのやつ、なんでだよ。来るなら来いよ。まとめて相手してやるぜ。アクティベイングコンバットモード。おしまい。はっ。
やっと落ち着いたか。でも時間取られちまった。急がなくちゃと思ったけど、世の中そんなに甘くないってね。はいはい、なこと分かっとるよ。なるほどね、今までの奴らとは格が違うってか。だからどうした。ここがスラムか。どうかした？ずいぶんごちゃごちゃしてんのな。こういうところ苦手？残念ながら全然平気。やった、ザックスならそう言うと思った。それ喜んでいいのか。逃げるなら今のうち。およ。Conflict resolved。決まった。おっしゃ。もう終わり。終わりだね。よし、さあ。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者全てだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。悪い、待たせた。遅いぞ。セフィロス、やつれたか。早速だが、ホランダーは北条抹殺をジェネシスに命じているはずだ。北条って、あの？ああ、科学部門統括の北条博士。ホランダーは北条に自分の地位を奪われたと思っている。だったら狙いは上の科学部門フロアだな。北条など放っておけ。相変わらずだな。ではセフィロスはここより下を頼む。外は俺に任せろ。ザックスは上だ。北条博士は任せた。了解。アンジールが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからない。
でもまた一緒に戦えるが、今はそれでいいや。さて、科学部門フロアはこの奥だな。